4人の映像です。また恥ずかしい。私結構好きなんですよ。ぐるっと回りますからね、今から。で、辻さんっていう人がいたんですよ。今ね、ここなんですけど、でずっとね、こう回って、こうぐるっと回って、こう回って戻りますんで。で、我々のキャビンもこの辺だったね。はい、私のキャビンが。あ、ごめんなさい、私のキャビンこっちだった。こっちの方だ。ごめん、ここに出てない。こっちはまた別のキャビンがあるんですよ。で、その辺も教室とかあるんで、そこでなんかゼミやったりとかね、できるという。いいでしょ、なんかこう森林浴してみたらいいでしょ、なんか。今日の肝試しってどこら辺ですか？いや、もうちょっと怖いとこにしようかなと思って。やめろ、イエーイ、あんまり怖い。肝試しって私やったことないんやけどさ、え、でも金払いてる。怖いよ、怖いですよ、怖い。なんかめっちゃ暗いらしいよ。あ、そうなの？一緒に行こうぜ。いや、組み合わせは適当にちょっとくじ引きにしようかなと思ってんだけどさ。そのスリル感。そのスリル感が。彼大丈夫か？何分持つかな？だからここをこうずっと歩いて、こういうね、だから今日今来てるメンバーと他のメンバーでチーム組んでもいいかなと思うんですけど、3人ぐらいチーム組んでね。怖いとか言う人おらんからな。おらんやろな。頼りにするような人がおらんみたいな。でも逆にそれが楽しいかもしれないし、うん、でも先生、肝試しって普通に暗いとこ歩くだけ、歩くだけですよ。で、時々驚かし役がいたりとかすると面白い。ありがとう。ありがとう。またどうしよう。いいでしょ。でこのね、ちょっとその辻茶ベロちょっとお見せしますよ。これはね、辻茶ベロ。多分ね。あ、ごめんなさい、ちょっと閉めてくる。虫が入ってくるから。多分。先生、あれトイレ。うん、あれトイレ。でね、辻さんっていう人がね、いるんですよ。このチャンネルは、リーダーとして活躍したなって全国旅行客、旅行客です。おー、すげえ。そのね、辻さんっていう人落ちたんですよ、木星号で。で、その遺族の人がここをね、寄付で作られたという。だから辻チャペルっていうんですよね。結構、韓国からの、そういう航空業界っていう人多いから、その、あれですよね。で、あれそこは研いでね。また後で戻りますけど。こっちぐるっと回ります。あれじゃない？お化け？紐だった？うん。トイレの中入って帰ってあげるみたいな。